はい、皆さんこんにちは。スペースビ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。宇宙ビジネス超入門者向けに世界や日本で起こった宇宙ビジネスのトピックニュースを一つですね、一つご紹介します。号外ニュースになりますが、本日は NASA 有人火星探査に向けて原子力ロケットエンジンを開発について述べますね。1月下旬に NASA は DARPA と協力して原子力を活用した核熱推進ロケットエンジンを開発すると発表しました。これは将来の有人火星探査を見越しての開発であり、早ければ2027年にも実証試験を行う計画となっています。核熱推進ロケットエンジンは小型原子炉での核分裂反応による熱で推進剤を加熱し膨張させて噴射するものです。 NASA によると従来の固体燃料や液体燃料などの方法と比べて3倍以上エネルギー効率が良くなるようです。また火星への飛行には現在の技術では約8ヶ月かかるのですが、核熱推進ロケットエンジンであれば約4ヶ月にまで短縮できます。飛行期間を短縮することで宇宙飛行士の宇宙放射線の被曝などの健康リスクを大幅に減らせますし、また食べ物などの輸送物質も少なくて済みます。 DARPA によると実証試験で使うロケットを製造する業者は今年3月頃までに選定する予定です。宇宙開発における原子力の利用は地球と同様に安全性をどう確保するかが課題となりそうですね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てお願いします。